はい、ゾエンパートナーズの大森です。今回はですね、丸々な黒金持ちはね、伐採した方がいいというような感じのねお話なんですけれども、ズバリですね、どのような黒金持ちかというとですね、勝手に生えてきた黒金持ちは伐採した方がいいよというようなね感じのお話をいたします。これはですね、もうズバリですね言うとですね、黒金持ちオスとメスとあるんですけれども、やっぱりね、出てきた時はですね、勝手にね、出てきたものに関してはね、オスかメスかわからないというふうなね、感じのことがあります。で、わからないままね、育てていくとですね、どんどんね、太ってっちゃってね、背もね、どんどん高くなっちゃうよっていうことがあります。で、黒金持ちね、かなり出てくる可能性が高い木になります。未生でね、勝手にね、もう鳥がですね、この種をね、こう食べてね、あの赤いね、実を食べて、で、こうね、どんどん出てきちゃうっていう風な感じになりますんで、自分でね、自ら植えているものでない限りはですね、オスかメスかわからないな、もう切っちゃえっていう風な感じでね、切っちゃった方がいいという風な感じになります。で、普通にね、あの、黒金持ちとしてね、売っているもの、流通しているものに関してはね、あの、実がなるものがね、基本的には、まあ、大体ね、皆さんね、欲しいという風な感じになりますんで、ほとんどね、この流通しているものに関しては、メスという風な感じになります。で、ちなみにですね、このオスがね、こう、あんまりね、実はないよと、流通してないよっていう風な感じなんですけれども、どうやってね、こう、実がなるのかと、オスとメスがあってね、どうやって実がなるのかという風な感じというとですね、一説にはね、餅の木かならば、何でもね、受粉してね、勝手にこう、実がなってくるという風な感じだそうです。なんでね、まあ、あの、メスだけね、植えとけば、とりあえずね、どっかしらにね、この餅の木が植わっててですね、それがね、こう、ふわーっと来てね、なんとなく来て、実がなるという風な感じなんで、別にね、買ってきたもの、ね、大体メスなんで、買ってきたものを植えとけばね、そのうち実がなるという風な感じになっております。で、そんな黒金持ちなんですけれども、まあ、お金持ちという風な感じのね、響きで、縁起がいい木として、植えられるということはね、結構ありますんで、まあ、植えといてもいいのかなとは思うんですけれども、勝手にね、なったものに関しては、オスなのかメスなのかわからないし、大きくなるのスピードもね、かなり早いんで、まあ、私としてはね、伐採、切ってね、捨てちゃった方がいいよという風な感じですね。どんどん出てきちゃうっていうこともありますんでね、まあ、ぜひともそんな感じでやっていただければなと思っております。で、ここからね、黒金持ちのお話ちょっとだけね、させていただきます。黒金持ちはですね、花言葉ありますね。仕掛けというのと、裕福というね、花言葉があるそうです。ね、若い枝や葉柄が黒金のような、黒紫色なので、このような名前でね、呼ばれている黒金持ちなんですけれども、花言葉の仕掛けはですね、かつてですね、樹皮から粘着質な鳥持ち、を作って鳥を捕獲する際に用いられたことから仕掛けというね、花言葉ができたそうです。で、裕福っていうね、花言葉もあるんですけれども、こちらはですね、名前が金持ちに通じることから、黒金持ちね、裕福というふうなね、花言葉もあるというような感じになっております。で、この黒金持ちなんですけれども、普通ね、大体植わってるのはですね、まあ、東北の方はね、もうちょっとあんまりね、この適正しないみたいなんでね、あんまりなくてですね、関東よりも南の方で育てられているというような感じになっていてですね、実がね、ちょうど今これ撮影してるの1月なんですけれども、もう1月2月ぐらいでね、この赤い実がなってね、縁起がいいよというふうな感じのされている木になりますんでね、まあ私としてはね、まあ何度も言うようなんですけれども、勝手にね、出てきたものに関してはオスなのかメスなのかわからないし、実がね、なるのかわからない、実がなるのはね、せっかく楽しみな木なのにね、実がなるのかどうかわからないっていうのをね、育てても仕方がないんじゃないかなと思いますんでね。ちなみに売ってるものに関してはね、まあほとんどメスというふうな感じになりますんで、自分で買ってきて植える分にはいいんですけれども、勝手に出てきたものに関しては、切っちゃった方がいいよというような感じのお話になっております。ということで本日はですね、黒金持ちのお話をしております。こんな感じでね、植木の話、庭木の話、庭石の話、庭の話、いろんなお話しておりますんで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。